上皇后は、民の皇子帝の皇后。高安隆皇后、あるいは皇帝隆皇后と、送りなされた。果敢不協住県の人。太子学生の長男と金氏の長女として生まれた。生下23年、皇太子であった、主優の日に選ばれた。同年のうちに、主優が即位し、皇后に建てられた。皇子御と宮中で民間の夫妻のように帰京を、共にし、 父の長男は公爵となり、二人の弟をはじめ一族は交換に抜擢され、妹も苦行に嫁いだ。一族の鈍乱は激しく、多くの恨みを買うこととなったが、実際には皇后自身は清用な人物で指図できなかったと評されている。この聖徳三角が立つと皇太后となった。聖徳五年、知事皇太后と合した。 聖徳帝が報じた際、男子も兄弟もなかったので、大学士らの要求を入れ有しを下して、先代のおじたちを差し置いてその子の世代の家政帝を定位につかせた。しかしほどなく、家政帝の母校少子が角の礼遇を要求し、家政帝から超皇后に向けて人は暗殺されようとしていると憎まれた。大礼の儀の後、教皇を主優が皇帝に、 ついみことされ、その母姫や聖姫が次々と尊法される中、長子は一人、スメラオバコ大号と会合され孤立した。晩年は弟らが罪に問われ、獄にに繋がれるなど、遊墳のうちに、家政20年報じた。没後、高安安志宿葬寺明良翼天三世慶光号の送り名が送られた。高安の送り名はかつて、県聞帝が、 着母の異分大使非常子に送っていたが、永遠楽三角により廃されていたため、火星三角の意図的な追変が認められる。それでも、工事三角の大量に合奏されている。南米において、上司の死亡が回復されるとともに、長子の死亡が、厚生安氏宿葬時明来翼天三星、慶向号に改められた。長江が報じた際、流言が飛び交った。 一説には、火星三角の母校彰子の死に関わったため、当の剣奏の皇后隠しと末路を同じくしたという。火星三角の次皇長子と親類関係はないが、この件でひざまずいて思いとどまる、要説得しようとした次皇長子も廃されたという、話がある。名皇宗実録巻4、生二23年10月日のエネ上による、ありがとうございます。